すごいね。おはようございます。愛犬と楽しくお出かけチャンネルリエモンです。伊豆半島旅行の第2回目として下田海中水族館に来ています。ここは犬も入れる水族館ということで、公式ホームページにはペットは基本的にはお断りしていますが、小型犬でケージまたはバッグに入るか抱っこした状態で通路に下ろさないようにしていただければ入館可能ですということになっています。通路に下ろさなければ抱っこで入れるということなので、結構優しいルールにはなっていると思います。今回は、ずっと抱っこも大変なので、このミキちゃんはスリングバッグに入って見学してこようと思います。入場料なんですが大人2100円で、ホームページに前売りチケットを買う案内とかがあるので、さっきホームページで大人300円引きで購入しました。他にもウェブの画面を見せると200円引きですよとかいうのがあるので、ホームページをチェックしてみてください。はい、じゃあどうしましょう、行きましょうか。はい、はい、あと10分ぐらいかな。はい、そうですね。なんかちょっと音楽がちょうど鳴り始めたので、はい、はい、じゃあミキちゃん行ってきましょう。行ってきます、はい、駐車場は多分これだけじゃないかな。日曜日の朝、会場の10分ぐらい前ですけども、4分の1ぐらい埋まっているような感じですかね。はい、このご時世マスクが必要だということなので、はい、マスクをして行ってきます。なんかちょっといろんなショーをやってるみたいなので、今日はここからですかね。9時50分から、うん、そうよね、はい、ちょっとこれをもとにスケジュールを立てて、あの効率よく回りたいと思います。はい、下田海中水族館、あ、第3、第4駐車場こっちにもある、ありますね。さっきよりもちょっと広いかも。おおおお、鹿でかびっくり、でかこんなにでかい。ウミガメに餌をあげられるんだけど、うん、餌代100円で今日はやってないの。シャンカメさん来たよ。おおおおおどうよどうよ、おー、ちけー、すごい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 、ちけー、みんなすごい、みんなすごい、みんなちけー、みんな噛んでねえ、わしや怖いね、怖いの、怖いの、キュッキュ言ってる怖いの。よし、行くか、ミキちゃん。はい、ミキちゃん、入る前から面白かったです、うん。おお、すごい、これが、これ本当の海なんやね。なんか海の入り水族館ができてて、うん、なんかこういうとこもなんか魚、うん、イルカとか来るみたいな。こっちがもうすぐ後ろが海、おすぐ後ろが海、うん、すごいね。 あそこでせき止めているのかな、うん、ここは海の一部です。海、水族館なのか海なのか。あ、ちょっと日陰になるとやっぱ涼しいね。涼しいね。何これ、何だろう、ボートに乗れるみたい。ドルフィンウォッチボート、あー、今イルカどこにいるんだ。あー、そこにいるんだ。いる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 。あれ、一般の人がやってるのかな、もしかして。すげえ、いいな。おー、イルカいるイルカいる。なんかちょっとふわふわする、なんだろう揺れてる揺れてる。海の上に橋を作ってあるんだね。そうなのかな、そうだね、浮いてる。お、見て、いたよ。あ、いた。
ほう、マジこの人たち。すごい、おとなしい、止まっちゃってる。おお、すげえ、すげえよ。ちょっとこの人たち幸せよね。ミキちゃん見てる？イルカ、あれ一応哺乳類だからミキちゃん友達つないでると思うよ。おお、すげえ、ここ、ここいいね。おお、いいね。イルカ見てるとこないよね。この人たち幸せよね。イルカが、イルカ、イルカ幸せ。生まれ変わったらここにイルカになりたい。すごい。ミキちゃん見てる？見てる、見てるな。ここではワンダーオーシャン海上ステージイルカショー、うん、11時から11時から11時になったらあなたたちがショーをするわけね、多分ね。よし、じゃあな、また来るね。今ここを渡ってきました。でイルカがこの辺にいます。めっちゃ近い、めっちゃ近い、素敵。はい、行ってみましょう。アクアドリームフェリー号。はい、水中には水深6メートル大水槽があり、世界的にも珍しい海に浮かぶ水族館です。です。あ、涼しい涼しい。お、すげえ。太陽の光が。あの映画すごいんだけど。ミキちゃん見てる？あいつにもクエとかいる。すごいね、ミッキーちゃん見てる。おお、こうやってさ、やっぱさ、同じ魚をこうやって熱く見れるんだね。うん、身を守ってくるんですかね。これはすごい。うん、なんかこう、おお、サメ、サメ、サメ、サキ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 。ミッキーちゃん見た？かわいい。フフフ、パシャパシャパシャ、はい、変態するんですペン、変態、変態。よし、こっちかい。努力が必要ですね。そうだね。
どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ごまちゃん、起きた。ごまちゃん、愛想振りまいてくれ。お、来た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 。ごまちゃん、むしゃむしゃ来てる。はい、ミキちゃん始まります。撮ってないよ。ペンギンさん、すぐ近くに、すぐ近く。はい、かわいい。何してんのあんた、何してんの、かわいいの。はっ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 は。水中のペンギン、ここがアザラシ館。ここでアザラシの給餌所があるみたいですね。また来てね。
ということで下田海中水族館でした。はい、はい、お疲れ様でした。あの水族館は涼しいかなと思ってここを選んだんですが、あの暑かったです。海の入り江にできているので、ショーとか体験型 のイベントが多くて屋外が多いので暑かったです。でこの後なんですが、愛犬の駅というところに行ってみたいと思います。ちょっとお腹も空いたので、ドッグカフェとかドッグランとかあるとこらしいので、ちょっとそこで休憩も兼ねて行きたいと思います。その様子はまた次の動画でご紹介したいと思います。チャンネル登録をして次の動画もチェックしてみてください。私たちはこうしてミッチーちゃんと一緒にこれからもいろいろなところに旅行に行きたいと思っていますので、おすすめの場所などありましたらコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回お会いしましょう。はい、次回お会いしましょう。お願いします。さよなら。